仙台、粉雪が舞っています。じゃあ一曲くーちゃんから聴いてください。アナ雪アナ雪マリオ、ルイージ入って、二人入って、司会入って、その司会入ってが一番初めだね。お呼びしたいと思います。準備はよろしいでしょうか。したら、はい、仙台の思い出ありました。いつですかね、ちょうど1年前ぐらいの、ちょうど1年前の11月ぐらい、確かスティグマっていうバンドとカップリングツアー回ってたんですよ、の仙台公演。あそこは何でした？スペースゼロ、スペースゼロさん。俺らが出番終わって鳥のスティグマ出るって時に、はい、終わって、よっしゃ楽しかったねなんて言って、じゃ頑張ってねとか言って、こうやって行った瞬間に停電。俺らは気持ちよくやったのに、スティグマだけ停電して、確か曲数削って、でその間に俺ら繋いだの覚えてる、物販の方に出て、俺とは弾き語りとかして、停電の時間をずっと繋いでた。覚えてないよ。俺出てない。出たね。出た多分。出てた多分。みんな出てる。みんな出てる。そう、停電しちゃったから。停電は記憶あるんだけど。そう、あれは高2の冬だった。まだ中央したことない、チェリーの私は好きな声、ホワイトデーのお返しを買おうとして、中なかなか高めなネックレスを買って、その子に写メ送ったら、おんもって言われてゴミになった。そんな話題が仙台楽器あるんですよ。それ聞いたことある。仙台のロフトで買ったらしい。あー、へえ、お前壮絶やろ。あのロックン T シャツも、あれロックン生誕の時の生誕 T シャツが自分で描いた漫画で、自分のなんか初恋の相手かでビジュアル系にかじった理由っていうのも描いたって、確か結構かわいそう。そんな今の俺に。まあでもそんなことを経験したからね、まあもう声出ないからね。そうですね。そうですね、多分。ほうじ茶ラテを飲んで、これ美味しいんですよ、伊藤園の。これを飲んで、今日のライブ、リラックスして熱くいこうと思います。そのために今日スニーカーで来ました、ブーツで。やっておりますよ。スニーカーだからね、余裕ですよ。さあ、行きましょう。はい、ユースラッシュ！
上がってください。いけるかもしんねえし、まだダメかもしんねえけど、俺らは最高に今まで一番の気持ちぶつけていこうと思うから、よかったら足を運んでください。そして今日は最高に最高に楽しかったです。また楽しみに遊びに来てください。バカでした。まあそういうの関係ないか、本当に楽しかったです。最高なファイナルにしましょう。先輩の先輩の先輩の最高ファイナル。ファイナル気合気合入れてかかってきた。言ってたよ、ここ P だね。ピピ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 かかってこい。大先輩です。いや楽しかった。でもありがとうございました。ありがとうございました。こんなぐちゃぐちゃですけど、お疲れ様でした。内緒で、このぐちゃぐちゃなのは内緒で、お前もぐちゃぐちゃだったからブス。みんなもブスだよ。ブスタイプ。エイリアン VS プレデター。っていうぐらいのライブでしたね。うん、最高でしたわ。最高でした。ありがとう。楽しかった。